フィルムフェアは、インドのボリウッド関連の記事を英語で取り扱う映画雑誌。1952年に創刊され、インド最大のメディアコングロマリットである、ザ・タイムズグループの子会社ワールドワイドメディアが発行している。1954年からは、フィルムフェア賞、フィルムフェア賞南インド映画部門、フィルムフェア賞東インド映画部門を主催している。 1952年にザ・タイムズ・オブ・インディアを経営しているザ・タイムズグループによって創刊された。フィルムフェアが創刊されたのはインディアン・エクスプレスがスクリーンを創刊した翌年のことだった。フィルムフェアはザ・タイムズ・オブ・インディアのイメージから離れてシリアスな映画ジャーナリズム路線をとり、紙面では若手人材の作手問題や映画制作の裏側、イタリア映画、ドイツ映画、 日本映画などの著名な作品の特集記事を扱っている。また、新聞の広範囲なネットワークを活用して全国展開し、富裕層からの人気を集めた。1953年にフィルムフェアは2つの映画賞を創設して、インド映画界での地位を高めた。ヒンディー語映画を受賞対象としたフィルムフェア賞とカンナダ語映画、マラヤーラム語映画、タミル語映画、 テルク語映画を受賞対象としたフィルムフェア賞南インド映画部門であり、これらの映画賞はアカデミー賞をベースとしているが、読者投票によって受賞者を選考するため、大衆賞として知られている。受賞式はムンバイで毎年開催され、この受賞式はインドで最も歴史が古く、そして最も有名な映画イベントの一つに挙げられている。2014年には、 ベンガル語映画、オリアー語映画、アッサム語映画を受賞対象としたフィルムフェア賞東インド映画部門を創設した。1990年代に入るとフィルムフェアの購読数は減少し、対策として石鹸やシャンプーを雑誌に付属した。また、マラヤーラム語映画、タミル語映画、テルグ語映画に特化した数ページの特別月刊誌も刊行するようになった。 2005年にフィルムフェアを含むフェミア、ハロー、グッドフード、トップギア、グッドホームズを子会社に分離させた。フィルムフェアの新しい所有者となったワールドワイドメディアはザ・タイムズグループと BBC マガジンの合弁事業である。2011年10月にワールドワイドメディアはザ・タイムズグループの完全子会社となった。同年からヒンディー語版が発行されるようになった。 ありがとうございます。